皆さんどうも、霊夢です。人の命は尽きるとも、不滅の力。皆さんどうも、マリサだぜ。すでに皆さん、ニュースなどで知っているかと思いますが、2022年12月6日に74歳にて、皆さんに惜しまれつつも、我らが兄貴、水木一郎さんが亡くなられました。ほんとここ最近、現役バリバリな方が、突然お亡くなりになられることが多いけど、まさか兄貴まで、こんな早く突然とは思いもよらなくて、今年最後の衝撃になってるね。非常に残念ですが、とにもかくにもまずは、ご冥福をお祈りいたします。そんな兄貴は、生涯で持ち歌が1200曲以上あると言われてるけど、皆さんはどの曲がお気に入りかな？まああまりにも多すぎて、どれかを選べというのが難しいレベルかもしれない。どれもいい曲だし、どれも味があるから、悩めと言われれば永遠に迷うことができるね。ただそんな兄貴も、最初からアニソンを歌ってたわけじゃなく、君に捧げる僕の歌という、歌謡曲歌手でデビューされている。歌謡曲歌手だったの。兄貴は15、6歳頃に、新宿区歌舞伎町に存在したジャズ喫茶、ラセーヌの歌のコンクールで、優勝したのがデビューのきっかけらしく、当時はまだそもそもアニメというもの自体が、そこまで浸透してなかったのもあるだろうな。そのせいかデビュー当時はあまり売れず、マネージャーともあまり仲も良くなくて、いろいろ苦労されたとか。ただ兄貴を、アニソンへと導く運命の出来事が、それが奥さんである、九条真理子さんとの出会いだな。ほうほう、奥さんとの出会いがきっかけとは、ドラマチックだね。というのも実は、奥さんの九条真理子さんは、もともとは売れっ子の歌手で、しかも兄貴よりも先輩だったらしい。そのため兄貴は、真理子さんの前座を務めており、そのあたりのきっかけで知り合って、奥さんからのアプローチもあって、若くして結婚されたらしい。奥さんからのアプローチだったの。まあ兄貴はイケメンで、かっこいいからな。ただ売れっ子の歌手と結婚したために、兄貴は負い目も感じたのか、責任を取って一度、歌手を辞められたことがあった。歌手まで辞めちゃったの。売れない不安定な歌手よりも、安定した堅実なアルバイトを選んだんだけど、ある日日本コロムビア、木村秀俊ディレクターの勧めによって、原始少年龍の、オープニングテーマを歌うこととなった。これがアニソンとの出会いとなったわけだな。走る果てしなき原野を龍が叫ぶ太陽に向かって龍が龍が龍が泣いているまぶたの母は今どこに竜明日はお前のもの原始少年竜竜が行く。原始少年竜は1971年に放送された石森章太郎先生原作で東映動画が制作を担当したアニメだな。今後長いこと付き合っていくこととなる、石森先生や東映アニメと出会ったのも、この作品からだったのね。ちなみに、エンディングを歌ってるのは堀江光子さんで、69年の紅三四郎でデビューしてるので、アニソン歌手としては先輩に当たるのが面白い。おそらくこのあたりで、兄貴と知り合うようになったかと思われるけど、当時の堀江さんはまだ、10歳ちょっとの少女なので本当にすごい。こう考えると、少女時代から50年にわたる付き合いだから、堀江さんが兄貴の永遠の妹というのもうなずけるね。ちなみに個人的には、二人のデュエットで一番好きな曲はというと、やっぱりこれかなと。
水木亜美紀と堀江光子さんと言ったら、断崖王のデュエットが最高だよね。ちなみに1話では、お二人が声優として、断崖王の敵としても出演されていたな。お二人のデュエットの始まりは、どれかはわからないけど、おそらくこの作品からと思われるな。今日も戦う仮面ライダーストロンガー。この時期は特に、堀江光子さんとのデュエットも多かった頃だね。マグネロボガキンとか、忍者キャプターも大体同じ頃だったな。まあそんなわけで71年を境に、兄貴はアニソンと出会い、それから翌年から、バロム1などの特撮ソングも、歌っていくようになるわけだな。バロム1も兄貴の、代表曲の一つだよね。特に注目したいのは、あの中名先生特有のフレーズだな。それを兄貴が熱く歌っていくのがハマっていて、たまらないわけだな。マッハロットでプロロロロプロロロロプロロロロ、ぶっ飛ばすんだキュンキュッキュン。いわゆるおたけびというやつだな。これこそが兄貴を兄貴たらしめる真骨頂とでも言うべきものだな。しかもこのおたけびは年々進化していて、同じマジンガー Z でも歌い方がかなり変わっていることがよくわかる。マジンゴーマジンゴーマジンガー Z! マジンゴーマジンゴーマジンガー Z! おお、確かに同じマジンガー Z でも、昔の頃とその後だとだいぶ違うね。ちなみにこのマジンガー Z を歌ってたのは、おそらく98年とかぐらいで、今となってはかなり前になるんだけど、その頃に、アニメ紅白歌合戦98という番組がやってて、自分はその番組で初めて、生で歌う水木亜美紀はじめとする、アニソン歌手を見たんだけど、テレビとはいえ、初めて熱く熱唱するその姿に、ものすごい感動して興奮したのを、今でもよく覚えてるな。あの時期は、よく懐かしのテレビアニメ特集とかよくやってて、主題歌も聞いたことあるけど、やっぱり実際の歌手の方たちが生で歌ってるのを聞くと、その高い歌唱力による圧倒的な迫力で、別物のように魅了されるな。アニソン歌手って言われて、別くくりみたいにされてるけど、懐かしの曲歌われてる方たち、みんな本当に歌唱力高いよね。しかもあの98年あたりは、スパロボ FPS 版が発売された頃で、エヴァブームもあって、スパロボ熱がどんどん上がっていった時期もあり、スパロボの元祖である、マジンガー Z への興味が非常に上がってる時期で、それで水木亜美紀の、あの生の雄叫びを聞いた時には、テンションマックスだったな。やっぱり水木亜美紀の、マジンガー Z は最高だよね。リアルタイム世代の人たちは、当然昔から知ってて好きなんだろうけど、もうちょっと若い世代だと、リアルタイムじゃないし、マジンガー Z って、再放送とか全くやってることなかったから、必然的に知るのは大体、スパロボからになると思われるな。確かにスパロボには、必ず毎回参加してるから、絶対マジンガーはそれで知ることになるよね。おそらくなんだけど、水木亜美紀含めて、アニソンと言われるジャンルが、より注目され始めたのもおそらくその、90年代後半からだと思われるな。もちろんそれまでも兄貴は、数多くのアニソン、特撮ソングを歌って、ファンにとってはずっと馴染み深い人だと思われるんだけど、それはやっぱり、結構コアなファンの中だけであって、宇宙戦艦ヤマトなどのヒットによる第一次アニメブームなどもあったけど、当時の兄貴はあまりその恩恵には恵まれなかったようだな。ただそれでもヤマトというか松本零士作品である兄貴が歌うキャプテンハーロックの歌は壮大で神がかっててほんと名曲だな。宇宙の憧れさ、地球の歌は俺の歌、俺の捨てきれぬふるさとさ。友よ、明日のない星としてもやはり守って戦うのだ。
命を捨てて俺は生きる。おお、確かにこの壮大で優雅なのはアニソン帝王の兄貴だからこそって感じだね。マジンガー Z でも大ヒットを記録したけど、キャプテンハーロックの歌でもかなりヒットとなってアニメソングの帝王と呼ばれるようになったようだな。ただそれでも歌手としては売れたとは言えず、アニソン以外を歌って違う路線で行こうと考えたこともあるらしく、さらに事務所の社長にお前ダメだから司会でもやれってなことを言われて司会をしたり、 NHK の子供番組お母さんと一緒において歌のお兄さん2代目を3年間務めたりとマルチに活躍されたことも。後年になってもマルチにいろいろされてたけど、ある意味そういった経験が生かされたのね。きっと水木や兄貴が歌だけじゃなくマルチに活躍された中で印象深いのはまずはやはりこの作品だと思われるな。1986年4月に放送が開始された時空戦士スピル版、主題歌を歌うのはもちろん兄貴なんだけど、なんと歌うだけではなく主人公スピル版の父親役として本編に何度も出演されていた。すごいねー、ある意味スピル版の父親がずっと歌を歌って応援してくれたようなものだね。それともうちょっと時代が後になるんだけど、1999年に放送された特撮番組ボイスラッガー。セッコーこの作品はかなり珍しい、敵味方問わず声優さんが顔出しして戦う戦隊ヒーローであり、その声優さんをまとめるリーダーであるゴールドとして水木や兄貴が出演されていたな。オープニングもかっこいいんだけど、兄貴が歌う挿入歌もすごいかっこいいのでおすすめ。その名はスラッガー、ボイスラッガー。あと貴重なゲストが多数出演されてる話があったり、石の森先生原作で遺作にもあたる作品なので興味ある人は見てみるのをおすすめする。まさかの石の森先生の遺作にあたる作品でもあるのか。あとまた86年に話が戻るけど、マルチな兄貴はその時期から後輩を育成するボーカルスクールも始められていた。おお、自らボーカルスクールまで。そのスクール出身で今も活躍されているアップルパイのお二人、平山かよこさんと杉山さえこさんが有名だな。アップルパイというメンバーそのものがちょくちょく変わってるみたいで、同じ方かどうかわからないんだけど。昔かなり聴いてたスパロボアルファのアルバムにあるヒュッケバインマーク3のテーマソングであるエースアタックという曲が好きだった。シャララッという歌詞がいい味出してて素晴らしいね。それから90年代に入るとおたけび系アニメソングのブームにより水木や兄貴が再注目されるようになり、さらに91年にゲームのスーパーロボット対戦が発売され、これが兄貴にとって第二の転換期でもあり、さらなる飛躍の鍵ともなるな。さっきも言ったように、
リアルタイムじゃないと古いロボアニメは、なかなか見る機会がなくて、知りようがなかったけど、このスーパーロボット対戦という、古今東西のロボットが一堂に揃うことで、70、80年代の、忘れられつつあるロボも、再注目されるようになったな。まあマジンガー系は元祖なだけあって、もともとが誰も知ってるかもだけど、コンバトラー V や鋼鉄ジーグなどでも、正直リアルタイム世代じゃないと、結構知らないって人は、多いんじゃないかと思われるな。俺がやめたら誰がやるのか、今に見ていろハニーは原人全滅だ。好きな人にも大変申し訳ないけど、確かに未だにまだちゃんと見れたことないからな。まあそのあたりはまだ有名な方だけど、メカンダーロボやゴライオンまで行くとかなりマイナーだからな。負けてたまるか、俺たち人間だ。地球を襲う悪魔の手、飛び立ってダン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 、合体マシン戦隊、心は一つの団結だ。メカンダー1、メカンダー2、メカンダー3、合体メカンダーマックスが、合体メカンダーロボに無敵の命の火を灯す、トライアタック、メカンダーロボ。ロボは知る人ぞ知る、スパロボコンパクト3にしか出てないけどね。あと兄貴以外が関わってる多くの作品も、スパロボで再注目されたな。特にダンクーガやダンバイン、イデオンあたりなどは、元の人気も含めてスパロボのおかげで、再ブレイクしたと言ってもいいだろうな。80年代の作品は、特にそういうのが多いよね。あげればキリがないくらい。そういったスパロボ人気と合わせた再ブレイクにより、水木兄貴をはじめとした、アニソン歌手全体にも注目が集まっていったな。その流れに乗って97年から、スーパーロボット魂という毎年恒例の、アニメソングのライブイベントが行われるようになっていったわけだな。ちなみに当時高校生だったウプ主も、2000年夏のライブを親に頼んで、わざわざ長野から東京まで連れて行ってもらって、見に行っていた。しかも予約などせずに、急遽の当日券最後の1枚で、ギリギリ中に入って行ってみれたという奇跡。なんという強運、精神コマンドの奇跡がかかったのね。とまあウプ主のことは別としても、このあたりから一気に、アニソン文化が花開いていくわけだな。もともとはセガサターンで発売された、スパロボ F とのコラボで始まっており、それに合わせて、数多くの名曲も生まれていったな。大地を裂くスーパーロボット、大空行く熱き勇者、平和な世界、それが願いだ。お、めっちゃいい曲だね。
これはスパロボ F のイメージソングである、厚吉が勇気に。渡辺宙明先生が作詞、作曲などをされているな。やっぱいい仕事するなぁ。あとこのように、影山博信さんなどといった他の歌手たちと、コラボで歌っていくこともどんどん増えていったな。熱風疾風サイバスターも、ほんと名曲だよねー。任天堂64用ソフト、スーパーロボットスピリッツの CM ソング、鋼の魂なども、本当に名曲だな。やっぱり影山さんとのデュエットは、本当熱いよね。あとスパロボによるリバイバルに合わせて、それを生かした時代を担う、新たなスーパーロボットの名機も、次々と誕生していったな。その一番最初の例が、おそらく新ゲッターロボであり、後にまで続く、ゲッターロボサーガの誕生のきっかけとなり、それがスパロボだけでなく、オリジナルアニメなども作られたことで、その主題歌を、水木兄貴が担当していくことになる。命を燃やせ、光を燃やせ、今がその時だ。チェンジ新ゲッターロボ、世界最後の日の主題歌、今がその時だ。兄貴にふさわしい、壮大な曲がいいよねー。その後スパロボ F で初めて登場した、マジンガー Z の後継機とも言える、マジンカイザー。このロボットの誕生により今も続く、マジンガーサーガとも言えるシリーズが、生み出されていくことになるな。待っていたついているマシン、マジンカイザー。そのパワーで世界守っていくんだ。マジンカイザー。やっぱりマジンカイザーと言ったら、最初のこの曲がいいよね。最初に登場した時は、ゲームオリジナルで主題歌がないので、そこで長井豪先生作詞、宙明先生作曲で兄貴が歌う、マジンカイザーという曲が作られたわけだな。オリジナルマジンガー Z の、原点が詰め込まれた上に進化した、まさに時代を継ぐ、正当なロボットと曲に仕上がってるよね。それからマジンカイザーは OVA にもなっていき、もちろん兄貴が、主題歌や挿入歌を歌っているな。果てしない戦いをここで全て終わらせるために、神さえ俺は超える、お前と共にマジンカイザー。太陽を背に受けてそびえる熱き打ち、何者も触れさせぬ偉大な風を起こす、マジンのパワー流れる戦士よ、解き放てファイナルブレイド、カイザー稲妻を走らせて、悪を全て消し去ってしまえ、神にも悪魔にもなれる力、正義のもとでかざせ、カイザー。やっぱりマジンガーには兄貴が必要だよね。このマジンカイザーのおかげで、近代になってもマジンガーシリーズという存在は、古さを感じさせない作品となっているな。さらに時代に合わせるように、新マジンガー、
マジンガー Z インフィニティといったように、アップデートされていき。マジンガー Z インフィニティでは、もちろん兄貴が再び、新しくなったマジンガー Z を歌っているな。空にそびえる黒金の城、スーパーロボットマジンガー Z、 無敵の力は僕らのために、正義の心を変える側はオー、飛ばせ鉄拳ロケットパンチ、今だ出すんだブレストファイヤー、マジンゴーマジンゴーマジンガーZ。スーパーロボットマジンガー Z、 正義の怒りはみんなのために、平和の祈りをファイルタワーはオン、発射命中ミサイルパンチ、今だ出すんだルストハリケーン、マジゴーマジンガーZ。すごいなぁ。マジンガー Z という曲そのものは同じはずなのに、現代に合わせて見事にバージョンアップされてるね。またそれに合わせて歌い分けることができる、兄貴の長年の経験による素晴らしい歌唱力も見事だな。あと兄貴は、スパロボ関連の歌を歌ってるだけじゃなく、自身も熱心なファンで、ヘビープレイヤーとして有名だな。スパロボで有名な、寺田隆信さんとも非常に親交が深く、初めて会ったのは、寺田さんが新人時代の、ダイナミック企画での新年会の時だったらしく、レジェンドクラスのクリエイターたちばかりで、緊張しているところへ、水木兄貴が自ら、寺田さんのところへやってきて、スーパーロボット対戦の話を初めてレコーディングに立ち会うなど仲良くなっていき、それ以来長いこと寺田さんと共に、スパロボに関わられるようになっていったようだ。寺田さんからじゃなくて、まさか兄貴自ら気さくに話しかけていくとは。あの陽気で、誰も明るく元気にしてくれるところは、テレビの前とか関係なく、普段からそうなんだね。ちなみにスパロボに、BGM 選択という機能が追加されたのは、元は水木兄貴のアイディアからだったらしい。そうだったのか。あの機能は本当にありがたかったからね。ありがとう兄貴。あと第3次スパロボアルファでは、ケイサルエフェスというラスボスの声を、兄貴自らが演じていたな。ああ、そういえばまさかのラスボスの声で、当時ほんとびっくりしたな。あと CM にも自ら出演して宣伝してくれたりと、長年にわたって積極的に、スパロボにいろいろと貢献してくれたな。寺田さんと水木兄貴の二人が、二人三脚でスパロボ作られた頃が、懐かしいね。あの頃は秋葉原とかの街頭テレビで、PV をよく眺めてたな。いい時代だった。それから2000年代に入っていき、アニソン界もまた、次第に変わっていくこととなる。アニソンというジャンルが注目されて、ブームとなっていったわけだけど、時代とともに、そのアニメなどの主題歌を歌う、いわゆるタイアップも、時代とともに変化していった。古くはシティハンターなどの、TM ネットワーク。90年代に入ると、スラムダンクやルローに献身などで、より多くの売れてるアーティストたちが参入していき、今現在となっては、そのアニメに出演している声優さんが、タイアップとしてオープニングを歌うようになっていき、次第に古き良きアニソンや、それを歌ってきた歌手の方たちの存在が、遠い過去のように消えていこうとしてしまっている。そういった当時の現状を憂いた結果、
21世紀にも、古き良きアニソン魂を残したいという、兄貴の強い思いにより、アニソン歌手による最強のグループ、ジャムプロジェクトが結成されていくこととなるな。おお、ここでついに、ジャムプロジェクト出てきたね。正式名称は、ジャパン、アニメーションソング、メーカーズプロジェクト。メンバーとしてはまず当然として、発起人である水木兄貴がいて、アニソン界においては、兄貴の魂を継いでくれる若きリーダーである、影山博信さんもメンバーであり、さらにその影山さんと、若い頃から一緒にやってこられている弟分的な、遠藤正明さんもメンバーだな。遠藤さんも若いと思ってたけど、なんだかんだ言ってもう55歳らしいので、ベテラン歌手だよねー。さらに、スレイヤーズ、少女革命ウテナなど、数多くの主題歌を手掛けられている、奥井正美さん。あとマクロスセブンの主題歌含めた、楽曲ほとんどを歌われ、さらにキングゲイナーや、武装錬金などの熱い主題歌を歌われる、福山よしきさん。さらにワンピースの主題歌、We Are などで有名な、北谷博士さんもメンバーだな。本当にどの人も、歌唱力が飛び抜けて高い、超豪華なアーティストがメンバーだね。スーパーロボット対戦最新作、新しく作った戦闘画面はとってもすごくて、僕は感激するしかなかった。サポートアクションシステム、エキスパートポイントシステム、人はどこまでこだわり続けるのだろう。スーパーロボット対戦アルファガイデン、衝撃の風が吹いた。結成初期の頃にスパロボアルファガイデンのテーマソングである鋼のメシアを担当されて以来、それからほぼ毎回ジャムプロジェクトがスパロボの主題歌を担当するようになっているな。君たちに最新情報を公開しよう。超絶のバトルアニメーション、極限まで進化したグラフィックス、そして新機能招待戦闘システムで全てが変わる。これは人類存亡をかけて戦う熱き勇者たちの物語である。モテる奇跡を詰め込んで、今第二次スーパーロボット対戦アルファ。僕たちの思い届いて、この星の未来をかけて私たちは戦う。俺たちの正義と愛と勇気の力の全てを込めて。戦いの果てに待つのは絶望か希望か、絶対に負けない。これで終わりだ。第3次スーパーロボット対戦アルファ、この夏はこれで決まりだ。おお、どの曲もいいけど、やっぱりスキルとゴングの2曲は別格クラスだね。ちなみに初期の頃にはポケモンの主題歌を歌われて、主人公の声も担当されている松本里香さんもメンバーで、ヘビメタルの演奏でアニメソングを歌うアニメタルで有名な坂本栄三さんもメンバーとして参加していた。メンバーも途中入れ替わったりしてるのね。水木兄貴もさすがにずっと続けていくのは厳しかったのか、途中で非常勤としてレギュラーメンバーから抜けてるしな。おそらくジャムプロジェクトの歌う楽曲そのものの幅をより広げるためと、近年では海外にも力を入れてライブに行っているので、さすがに年齢的にレギュラーメンバーとして毎回ついていくのはきつかったためだと思われるな。影山さんはともかく、他のメンバーは父親くらいに年離れてるから、そこについてくのはさすがに無茶だよね。あとカラオケで歌ったことある人ならわかると思うけど、キーが尋常じゃないくらいに高いからな。複数人で歌うとはいえ、あれを歌うのはちょっと厳しいだろうね。めっちゃ名曲だけど、スキルとゴングはまともに歌える気がしないね。ちなみに兄貴がジャムプロジェクトと最後に歌われたのはスーパーロボット対戦鋼の超感謝祭2021で、兄貴が当時参加してた頃に歌われた鋼のメシアだったな。去年とはいえ、記念の日に一緒に歌えてよかったな。こういったジャムプロジェクトのメンバー含めて、若い次の世代にもきっと兄貴のアニソン魂は受け継がれていってると思われるな。そうだね。年々アニソン歌手の方たちの活躍の場が狭まってるけど、兄貴の魂を未来にもつなげていってもらうためにも頑張ってもらいたいね。兄貴自身も2010年代に入っても多方面で活躍されていて、秋田県のローカルヒーロー超神ネイガーの主題歌を歌われたり、長野県小諸市の市民祭りのテーマ曲を歌われたりと、近年までいろいろと地方にも力を注がれていたな。
地方にも貢献されている兄貴は、さすがだね。あとジェムプロジェクトメンバー以上に、若いアーティストたちとも近年、一緒に活動してることもあったな。ボイジャーという、ウルトラマン関連の曲を歌っている、二人組のユニットと、2016年のウルトラマンオーブの主題歌を、一緒に歌われていたな。関連では、あまり兄貴は関わられていなかったから、まさか近年で主題歌歌われるのは、意外だったね。アンドロメロスの主題歌や、ウルトラマンストーリーなどは歌ってたけど、テレビ主題歌はなかったから、兄貴も嬉しかっただろうね。その後兄貴はオーブの他に、ウルトラマンゼロの主題歌を歌われて、そのゼロの弟子にあたる、ウルトラマン Z が主役になったシリーズでは、ある意味兄貴の弟子とも言える、遠藤さんがその主題歌を歌われていて、作品そのものもヒットしていたので、兄貴の魂が受け継がれていってるなぁ、と、今考えるとそう思えてきたな。遠藤さんももちろんだけど、ボイジャーのお二人にも、兄貴の思いが伝わっていくといいねー。また2019年には、今なお大人気で時代の先端を行く、VTuber たちとも、兄貴はコラボしていて、ナレーションを担当されるだけじゃなく、人気 VTuber の、天皇少女シロと一緒に、主題歌を歌うなどして、これからを担っていくと思われる、新たなアーティストたちにも、その兄貴の魂を受け継がせていってくれたな。湘南も肉びだけ、超人女子戦士ガリベンガー。ほんとすごいな。ありとあらゆるところに、兄貴はいろいろと関わってたんだな。そんな水木兄貴の不調が伝えられたのが、去年の2021年4月。スーパーロボット魂2021のライブ中に、突然、声帯不全麻痺の症状に見舞われたことが始まりで、その時はおそらく誰もが、声優さんなどにもある、喉の酷使による、一時的に声が出なくなるようなものだと思ってたんだけど、それから数ヶ月経った、7月11日、スーパーロボット対戦、鋼の超感謝祭2021。そのオープニングで、水木兄貴がコンバトラー V を歌ってくれたんだけど、その時もやっぱりまだ不調だったのか。いつもの兄貴らしい、V、V、V といったおたけびがあまりさえず、後半の方はあまり歌えてなくて、想像以上に、声帯不全麻痺が深刻なのかなと、その時思ったのもまだ、記憶に新しい。あのライブ配信そのものは、スパロボ30周年を記念とするもので、当時は無料で見られたから見てたけど、歌だけじゃなくて、トークや動きそのものもいろいろ特徴に見えて、これもしかして、声だけの問題じゃないのかもと、その時思ったんだけど。まさに心配したその通りで、その翌年の2022年、7月26日に、リンパ節や脳への転移を伴う、ステージ4の肺がんを、患っていることを公表した。その時も確か、結構大きなニュースになってたよね。ステージ4の肺がんって、かなり進行しちゃってるだろうし。どの時点で病気が判明したかわからないけど、病状が悪化する前に、なんとかならなかったのかな？もしくは分かった時点で、もうかなり進行してた可能性もあるな。最初は声だけに、問題があると思われてたしな。仕方ないこととはいえ、人はいつか死ぬ、たとえどんな偉業を達成したい人であっても、死は平等だからな。だから人は死ぬまでに、何を残せるかってことになるけど、水木や兄貴はそれが分かってたのか。病気が分かってからも、生涯現役を貫くために、最後の最後まで歌い続けてくれたな。あ、兄貴。本当に最後の最後まで歌い続けたのよね。癌でかなり体辛いだろうに。まだ大きな病気にかかったことないから、我々には分からないけど、ちょっと風邪とか頭痛になっただけで、相当しんどいからな。そんな体調が万全じゃない状態で、兄貴は先月末まで、いろんなライブやテレビ番組、イベントに、積極的に参加してたんだから本当にすごい。普通じゃ到底できないことだよね。兄貴だからこそできたことだよね。歌えるって場所があれば、本当に、変な話、杖ついてまで、ステージ立って歌いたい。声さえ出ればいいわけですからね。ステージ始まったら、ああ、出ないって日もある。ちょっと悔しくてね。何悔しいってお客さんに、いい声、いい歌を聴かせてあげられなかったという悔しさと。まさにその通りのことを実践したのね、兄貴。でもやっぱり思うように歌えないというのは、ほんと辛かっただろうな。歌手が歌えなくなるっていうのは、ある意味死ぬより辛いことだろうからな。思うように歌えなくても、
せめて最後まで声を出して、歌い続けることができたのは、奇跡だったのかもしれないな。ちなみに、自分がテレビで歌ってる兄貴を最後に見たのは、BS11 の、アニソンデイズという、森口博子さんの番組だな。収録だから、実際歌ったのは放送日よりもっと前だと思われるけど、その時も車椅子ながらも、元気に歌われていて、少し安心してたんだけど。今月の12月3日に行われた、マジンガー Z50 周年記念特番 Z。その時に歌われていた時は、もうだいぶ声が出なくなっていて、心配だったな。ちなみに、記念番組そのものは生配信で、今も YouTube で見れるけど、兄貴が歌ってるところは収録済みのものだったので、生で歌ってるわけではなかったな。必死に声を絞り出そうとしてたけど、だいぶきつそうだったね。あと長年ずっと一緒に歌われている、堀江光子さんとのイベント、二人のアニソン19があったんだけど、その時の模様を特別に、堀江さんが動画にしてくれてたんだけど、もう普通に喋るのも難しいくらいに、きつそうだったな。それでも兄貴は、長年そのイベントをやられていて、もしかしたら最後かもしれないと思ったのと、長い間、本当の妹のように仲のいい堀江さんとも、最後まで思い出を作りたかったのかもしれないな。兄貴と堀江さん、長い間ずーっと一緒に歌い続けてるもんな。あとおそらくこれが、公の場にて兄貴の姿が見られた、生前最後の姿のようだな。最後は堀江さんとご一緒されていたというのも、これまた奇跡的だね。あと先月の、11月8日には、第49回歌謡祭が行われており、そのステージが、生前人前で歌唱する、最後の収録だとのことだな。その模様は年明けの来年、2023年1月3日の正午に、BS テレ東、日本歌手協会、新春12時間歌謡祭で、放送されるとのこと。兄貴最後の魂の歌唱を見たい方は、ぜひ見てみるといいかもしれないな。まあ BS なので、ちょっと難しいかもしれないけど。ほんとまさに、生涯現役を有言実行して、最後まで歌い続けたんだな。すごい。簡単に生涯現役、って口では言えるけど、それを実際やって死んでいける人って、ほとんどいないからな。水木兄貴を見習って、自分たちもそれぞれの道の人生を、貫きたいよね。ということでこれで最後になりますが、これまで水木一郎さんの曲に、多くの人が励まされてきたと思います。これからもあなたの歌をいっぱい聴いて、歌っていきたいと思います。たくさんの素晴らしい歌を、ありがとうございました。戦いの朝が来るまで、お前の翼を休めておくれ。マジンゴー、マジンゴー、仲間が涙で呼ぶとき、お前は飛び立つのだ、白い雲を赤く染めて、マジンゴー、マジンゴー。戦いの夜は済んで、お前の胸は傷ついた。マジンゴー、マジンゴー、仲間が涙で呼ぶとき、お前は立ち上がるの。
に染めて、マジンゴー、マジンゴー。